大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。おい。ああ。Thank you.
久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表に出ろ。